皆さんこんにちは、こんばんは、ザマスナオトです。今回も熊本の数の子の呪いの地図をやっていきます。特級色推奨レベル65、レイン地図になります。出現モンスターがスライムつむり、ポイズンリザード、さまよい鎧、タップデビル、デビル、ホークブリザード、魔導士、竜騎兵、ゲンジカブト、ガーゴイル、スナノサウルス、メタルエンジェルになります。装備や心構成に関しては左側に乗ってる感じです。で、今回やっていくのが無凸のカルベロビュートで闇竜の牙のいきなりスキルの、闇竜の方向ですか、これのオンオフをやっていきたいと思います。で、まず闇竜の牙のいきなりスキルをオフの状態で周回していきます。で、まあ周回モンスターの中で、さまよう鎧と、ゲンジカブトですかね、これとてもよく見かける枠なんですけど、これがね厄介なんですよね。消滅まで持っていきづらいんですよね。まあ今消滅まで持っていきたんですけど、まあこのタップデビルもちょっと残るかな。無凸だとね、無凸プラス闇竜の牙のいきなりスキルをオフの状態にしている感じだと、どうしてもね、この特にさまよう鎧とゲンジカブトが残りやすいのかな。でもさまよう鎧は一応カルベロビュートの大魔導士の、真珠ですか、真珠にデインプラス物質を入れてるんで、まあまあ消滅まで持っていけるんですけど、ゲンジカブトはね、結構難しくなっちゃうんですよね。ただこのもう一つの真珠に虫とデインの真珠を例えば入れたとすると、今度他のモンスターが消滅まで持っていきづらくなるんですよね。タップデビルとかも現状消滅まで持っていけない場合があるんで、なのでやっぱり結構無凸で闇竜の牙のいきなりスキルオフの状態だと、やっぱ残ってしまいますね。これが4凸の場合だと余裕でワンパンでいけるんですけど、やっぱり無凸カルベロでいきなり闇竜の牙のいきなりスキルオフにしてしまうと、結構難しいかな。やっぱり2パンになってしまいますね。そうするとここね、やっぱゲンジカブトだけ残っちゃうんでね。でもね、もうわずかなんですよね。ただまあ2パンでやるなら、まあこのカルベロビュートを使って次にギガデインとか、ギガデインがねモーション早いんで、そのやり方もいいと思うんですよね。ただギガデイン2本なんだっけ、霊獣の杖2本でやるっていうのはちょっとどうなんだろうな。とつってやればいけっかもしれないですけど、結構難しいかな。でも厳しいか、霊獣の杖2本はちょっと厳しいかな。タップデビルもやっぱ残っちゃいますね。だからやっぱり闇竜の牙と闇竜の牙のいきなりスキルプラスカルベロっていうのはやっぱ強いですね。いきなりスキルの闇竜の方向をオフにしてしまうと、やっぱカルベロワンパンは比較的難しいですね。やっぱいきなり闇竜の牙でかいですね。
闇に抜き場のアシストがかなり、でかいのかな。で、ここで闇竜の牙のいきなりスキルを、闇竜の方向ですか、これをオンにします。で、このオンにするとやっぱ相当変わるんですよね、ワンパン率が。で、これでさまよい鎧が2体出てきて、で、まあこれ暴走しちゃうからあんま意味ないんですけど、とりあえず暴走なしでの、なしで消滅までちゃんと持っていけるかって感じですから。で、ここは暴走じゃない、暴走じゃない、暴走出すぎなんだよ。暴走じゃ意味ないので暴走だと倒してしまうので。で、ここでゲンジカブトが出ましたね。で、これは暴走してません。で、普通に倒してますね。消滅まで行ってないんで普通に倒してます。やっぱね、いきなりスキル闇竜の牙の、闇竜の方向のいきなりスキルっていうのはやっぱ強いですね。これがあるとないじゃ全然違います、ワンパンの効率が。普通にワンパンで倒せてるんで。やっぱ全然違うね。だから、この闇竜の牙の復刻ガチャが来た際はね、まあ天井はないとは思うんですけど、まあ狙ってみてほしいですね。かなり置物武器で使いますね。普通にワンパンできてますね。やっぱり、闇竜の牙ってでかいですね。自分毎回周回では使ってるんですけど、やっぱこれなしになってしまうとワンパン率がかなり低くなってしまうので、まあもちろんね、あの物理でやる際はここに闇竜の牙プラスルビスの槍とかもいいと思うんですけど、ただ一番やっぱ最優先するのはこの闇竜の牙ですね。自分は例えば15章とかやる際、メタル枠のメタルエンゼルを無視してでも闇竜の牙を入れますね。今の自分の優先順位といったら、メタキンより闇竜の牙を優先に使ってます。やっぱり闇竜の牙使いやすいかな。本当にね、周回にまあ必須になりつつありますね。必須ですね、もう。ワンパンだもんね。さっき闇竜の牙いきなりスキルオフの状態とオンの状態、今がオンの状態なんですけど、全然違うね、ワンパン率が。カルベロが無凸ですからね、無凸で闇竜の牙のいきなりスキルの闇竜の方向をオンにするだけで、カルベロビュートの無凸でワンパンで周回できちゃうんで、でかいですね。4凸のカルベロビュートなしでワンパンなんで、かなりでかいですね、これは。まあもちろんね、そのカルベロビュートの大魔導士の心構成とか装備構成はもちろんあるんですけど、ただ無凸のカルベロなんで、かなり使いやすいですね。まあ自分はその闇竜の牙天井まではやってないんですけど、ただまあ一応ね、この1本以外にもう1本持ってるんで、2本持ってるんで、
まあ日本は使わなくてもいいですけど、ただカルベロビュートとか、まあ物理、魔法や物理ですね、魔法物理で周回する際にかなり使いやすい置物武器ですね。ワンパンだもんね、本当にずっとワンパンだもんね。でこんな感じですね。で今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、 YouTube チャンネル登録のもお願いします。